アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。今日はですね、私の失敗談の動画になります。10代20代にこれやって後悔したというね、ベスト5、ベストなのかな、ワースト5かな、を紹介していきたいと思います。これはね、見ていただいてどれか一つでも当てはまるっていうのがあった方はね、ぜひやめていただきたいなと思います。私が動画にすることによって、今のね、若い人たちが私みたいにね、こう30半ばになった時に、あれやらなきゃよかったなって後悔しないようにね、役に立てばいいかなと思っています。ではまず5位ですね。今の方はこれする人少ないかなと思うんですけども、毛穴パックですね。私がね、中高生の頃はこれ本当に流行っていて、普通にティーンズ向けの雑誌とかにも載っていたので、みんなね持っていました。で、あの取った後のこう角栓とか産毛が抜けているのを見ると本当快感で、しょっちゅうやってたんですけども、今思うとね、本当無理やりその毛穴の中の汚れとかを引っ張り出していたので、すごくねお肌のダメージになっていたと思います。実際にね、私はメイクするとあまりわからないんですが、この鼻のてっぺんとかの毛穴ってもう閉まらなくなっちゃってるんですよね。もうずっと開きっぱなしみたいになっています。これはね、もう当時毛穴パックをするたびにこう剥がして、最初はそれを見て快感だったのが、まだここに残ってるなってこう爪で触ったりとか、毛穴パックの二次被害的な感じで毛穴を触るっていう癖がついてしまったので、これはね本当良くなかったなと思います。まあ、1回や2回だとね、それやってもちゃんと毛穴元通りになるかと思うんですが、本当に習慣的に繰り返してやるようになると、こうやって何十年も経った後でも毛穴がね開いたままになってしまいます。次、4位ですね。これは20代に入ってからのことなんですが、私がねデパコスに目覚め始めた頃の話ですね。某有名拭き取り化粧水を使って皮膚科通いをする羽目になりました。これはね、まあその化粧水がどうこうっていうよりも、完全に私の使用の仕方に問題があったんですが、前にも言ったんですけど、私は昔はオイリー肌だったので、ほんとすっきりしたくて、初めて拭き取り化粧水っていうものを使ったので、こんなに便利なアイテムがあるんだと思って、一気にねハマったのを覚えています。今思うと、私は大体アルコールもダメなので、アルコールの拭き取り化粧水っていう時点で NG なんですよね。でしかもコットンもね、使い方がよく分かっていなかったので、本当にねゴシゴシとそのコットンで拭き取るようなイメージで拭き取り化粧水を毎日使っていました。そしたらですね、その拭き取るっていうこの動きですね、これの摩擦とその化粧水に入っているアルコールが合わなくって、毎日拭き取っていたこの T 字の形に肌がね赤くなってしまって、しかも痛みも伴ったので、これはねさすがに皮膚科に行きました。市販のスキンケアを使うのはしばらくやめてくださいって言われて、何かまあ塗り薬とかを出してもらったかと思うんですけども、完治するのに結構日数がかかった覚えがありますので、これもぜひね、拭き取り化粧水使う場合はコットンと手の力で汚れを落としているんじゃなくって、本当に優しくね化粧水がこう日々使うことによって、少しずつ汚れや角質っていうのを落としてくれているっていう感じで、もう撫でるくらいのつもりでね使うので十分だと思います。化粧水のその成分に関してはですね、私はそれがあったのでアルコールが合わないっていうことが分かったので、まあ結果的に良かったんですけども、自分にねどういった成分がまだ合わないのかわからないっていう方は、ぜひ少しでもね異変が出たら、私みたいに無理して使い続けずにすぐに使用を中止するっていうのをおすすめします。次、3位ですね。またこれ毛穴関連の話なんですが、これはねやる人よくいらっしゃると思います。ニキビを潰すっていうことですね。さすがに10代でやりすぎちゃって20代にはしなかったんですが、私はこの鼻の横のところに思春期の時にね、もう癖のように同じ場所にばかりニキビができていました。でしかもね、思春期のニキビなのですっごく大きくこうボコって腫れてて気になっちゃってたんですよね。でよく触ってこう潰して中の芯を出してっていうことをしてたんですが、ここはね今でも本当にさっき言ってた鼻の先端の毛穴とはもう比べ物にならないレベルで、完全に肌にね穴が開いています。小鼻の付け根っていうんですかね、この辺りに穴がね開いちゃってるんですよ。これはね本当にどんな引き締めのこう化粧水とか使っても全然引き締まりませんでした。ニキビはねやっぱり目立つので、どうしても大きいのができちゃったり、あと赤みがあるものとかがあると潰すまでいかなくてもこう触ってしまったりすることが多いと思うんですが、本当にこう手で触れたりとかカバーするためにお化粧を重ねたりすると、それによって感知がねまた長引いてしまいますので、触らずにねメイクする場合でもそこを避けてメイクするっていうのがいいかと思います。まあ、この経験があってからですね、私は20代になってニキビができた時は潰さずに、化粧もそこだけは避けてニキビ用の塗り薬を
を塗って過ごすようにしていました。それをしている間はね、やっぱりニキビの部分だけすごく目立ってしまうんですけれども、その方が後に残りにくいのでいいかなと思います。じゃあ次2位ですね。これは私の動画を見てくださっている方は私の後悔の度合いがわかるかと思います。眉毛を抜くということですね。トレンドはね、ほんとすぐ変わります。当時はもう太眉が流行るなんてことはもう全然想像できなくって、安室ちゃんみたいな細い眉毛っていうのがもう永遠にね流行ると思ってたんですね。全体的に細くしてたのはもちろんなんですけど、私はミュージシャンのチャラさんが好きで、チャラが眉山から後ろっていうのは全部剃っちゃった方が描きやすいっていうのを言ってて、あ、そうなんだと思って眉山から後ろをね全て抜いちゃいました。なので今でもねこの辺りしか眉毛が残ってないんですけれども、本当もしね今後トレンドですごい極細眉とかが来た時も、若い皆さんねぜひ抜かずに剃ってね、その時代をしのいだ方がいいかと思います。時代は繰り返すので、きっとね今みたいなこうナチュラルな太眉の時代というのがまた来ると思いますので、そういう時にね後悔しないようにぜひ今ある毛を温存しておいてください。で最後堂々の1位ですね。これはね私ほどひどくなくてもね似たようなことしていらっしゃる方もいるかもしれません。朝昼晩3食ですね、コンビニご飯でした。これはね専門学校時代にやってたんですけれども、当時私はですね一人暮らししていたので、一人分で自炊するとかえって高くついちゃうんですよね。なので今でこそ私料理はどちらかというとこう趣味の域で好きなんですけれども、当時の家にはねレンジと冷蔵庫しかなくて炊飯器とかねありませんでした。ご飯一度もね炊くことなく数年過ごしました。お金がなくてね節約しなきゃいけないっていうのはもちろんあるんですけれども、それでもお惣菜を作って数日に分けて冷凍しておくとかですね、そういうことをすればよかったんですが、学生時代って忙しいじゃないですか。なので私も早朝ですねコンビニのバイトに行って朝ごはん昼ごはんを買って、そのまま学校に行って朝ごはん食べて授業を受けて、お昼コンビニのまたご飯食べて、で学校終わったらその後は服屋でバイトしていたのでそこに行くか、もしくはもう一度ですね朝バイトしているコンビニで夜もバイトしていました。夜コンビニのバイト入ってる時はもちろん晩ご飯もそのコンビニで買って帰るので、帰ってからですねコンビニご飯を食べるというね3食コンビニ生活をですね結構続けていましたね。そしたらですねある日突然ジンマシンが出ました。なんか腕がすごい痒いと思って見たらあってジンマシンが出て、もう痒くて痒くて仕方なくって、その時も多分皮膚科か内科か何か行ったんだと思うんですけれども、当時振り返ると本当にしょっちゅうジンマシンが出ていて、今でもこう室内と外気のそういう温度差で出たりすることはあるんですけれども、本当ねふとした瞬間にあれちょっと足痒いなと思ったらもう片足ブワーってジンマシン出てたりとか、そういうことがね頻繁に起こってたので、今思うとね普通じゃなかったと思うんですよね。まあ今こうやってね健康に生活できていて特にどこか悪いところがあるっていうわけではないんですが、やっぱりその期間の体を作っていたものが全部ねそういったコンビニで作られているものだったっていうのを思うと、ジンマシンぐらいで終わってよかったなと本当に思います。学生でバイトしてるとスーパーが空いている時間に動けなかったりするので、夜中とかね早朝とかとんでもない時間でも買い物ができるという点ではコンビニはねすっごく便利ではあったんですけれども、さすがに毎日3食っていう生活をずっと続けていくと調子が悪くなるっていうこともね起きないとも限らないので、同じような生活をされているっていう方がいらっしゃったら教訓にしていただけたらなと思います。というわけで今回は私が10代20代にやってこれやらなきゃよかったなと後悔していることベスト5をですねご紹介しました。今日のメイクはルナソルのマカロングローアイズの01番とリップはルージュココグロスの806番を使いました。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。